ミキちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、おはようございます。今日は和モダンの間。えらいポンさんが向こう行ってる間にえらい下降りてきてんねん。シャーコちゃんに。ねえ、フンちゃん。はい、それでいっちゃん。誰やろ、ラテちゃんか。あ、ピースやね、ピース。ピース。あれ、ピース寄ってきた。ピース。ピース。よし。ピースお前寄ってくるね。まあ、ヘルプさんには寄ってきてるみたいだよね。はい、なっちゃん。ふんちゃん、ここなのね。ふんちゃん、おいで。ふんちゃん。ふみちゃん。あ、逃げた。ふみちゃん。ふんちゃんの肉球。はい、ひらりちゃん。ひらりちゃん、おいで。ほいと、これ、サブコロちゃんが今、あれ、プリンセスルームのベランダにいてました。慌てて逃げとったけどね。ね、怒るわ。はい、シャープちゃん。マイルちゃんも来たね。マイルちゃんも下に降りてきてたけど、もう上上がったかな。ね、はい、ラテちゃん。チャコちゃん。あ、チャコちゃんまた外行く。チャコちゃん外好きやね。あ、誰やれ。キタロウも追いかけてる。キタロウ、チャコちゃんのこと好きなのかな。大したね。チャコちゃん。チャコちゃんやれ。走り回って。チャコちゃん。それと、はい。ウミちゃんと、トドちゃん。これはマイルちゃんかな。ちょびちゃんやね。ちょびちゃん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 やります。あ、それと、あ、それと夜プレでね、サラさんまたありがとうございますね。すごいプレ。それでね、この前、またね、アンチが来てて、ね、2、3日前かな、アンチらしきコメントがあって、それでまた、新しいアカウントで何時間かなアカウントでね、そんな方ブロックしたんですよ、ポンさんも。いろいろね、電話して、また、電話しないからね、余計、そういうね、疑いも、ね、言うんやったら、電話しろと言うんですよ、何遍も。ね、ここで言うてたかってしゃあないやろと、チャンネルで言うてもしゃあないやろと思うんですよね。もう何か言いたいことは電話してこいって言うんですよ。書いても意味ないよね。直接本人がね、この飼い主だとこのさんが電話してこいって言うてるんでね、電話してこないと、ね、まあ、朝からまた嫌な思いさせしあるかわからんけど、ね、はい、マイルドちゃんとスイちゃん、そうでしょ。なんかここで書いたかでしゃあないからね、コメントで言いたいことやったら。ね、電話してくの、電話してきてください言うてにもかかる。電話してくるの。やっぱりね、前にね、喋ったことのある人やもんですよ、ポンさんが。ね、前のおったリスナーさんが、ね、そういう、ね、自分の欲望を、ね、言い張る人おるから。まあ、そんなんや思いますわ、ほんまに。だから、何時間かのね、アカウントで来るから、ね、皆さん注意してくださいよ。新しいアカウントで何時間の人はね、もともとアンチしてた人が多いからね、それだけちょっとね、管理部からね、言うてくださいいうことを2日前から忘れてたんで、ね、たまにはこういうね、話ね、ちょっとね、注意いうかね、うん、しときます。またね、親身にね、そういう人たちはね、皆さんに近寄ってきてね、いろんな会話してからね、悪口を言い出してね、リスナーさん剥がしをしたりするから注意してください、ね、もう大概がもう消してるんで、多分何時間前のアカウント、それかもう古くから作ってた1年前とか、そんなアカウントぐらいかな。何個も持ってはるからね、アカウント、ね、
それだけ注意してください。管理部の方ね、特に目を光らして ね、見てるんで、昔ね、やっぱり、小野さんもね、言わないでくださいいうことでね、守ってくれて、だいぶ我慢してくれてはってにかかわらず、ね、リスナー剥がされて、ね、ポンさんがやっぱりすぐに消す、それをね、ブロックしなかったのが悪かったということなんで、ね、やっぱりそうや思いますもんね。そんな中で、今日は、あれ、誰か、おやつチュールもいただいてるね、こういうね、猫ちゃんの帽子、おとつい届いてるんで、ね、昨日ね、報告してもよかったけど、ね、これちょっと猫ちゃんにね、また、着させてみようかな。3個ぐらい届いてたのかな、この帽子と。まあ、チュールとね、いただいて、ね、ありがとうございます。ここにね、ヘルプさんの、ね、手袋とかもいただいてるんで、ゴム手ね、ゴム手。もう、ああいうのがね、必需品なんで、ありがとうございます。こんな感じかな。ちゃん、それとここマロンちゃんかな、あ、ここ映ったのはね、はい、夢ちゃん、ゆっちゃん、夢ちふくちゃん、夢ふく、まあこの子たちのね、部屋もね、こういうこう病気の子たちの部屋もね、結構前に言ったようにね、なんとか考えたらいいなと思う中でね、前向きにね、ちょっと着ていくはないかというね、肩押しをしてくれ、肩を押してくれはる人がおるんでね、ヘルプさんとね、考えていきたいと思います、ね、この子もここだけやからね、どうしてもやっぱりかわいそうに思うんでな、楽しんだ人生を歩んでほしいからね、ここだけ言うのはね、一緒でね、嫌やから、ポンさんも自分がそう猫ちゃんやったら嫌やからね、なんとかね、やっぱりしてあげたいな、いうのでね、まあ、動画が伸びたらね、何でもできるんやけどね、まあそのためにも営業活動頑張ってね、していきたいと思います。ね、ほんまに猫ちゃんね、出して入れて、いうことをね、皆さん望んで思われるんで、ね、ちょっとほんまにね、ポンハウスがね、保護活動いうほんまのね、ことをね、ちゃんとしていきたいなと思うんで、まあそんな感じかな。ね、今日は木曜日、明日花金ね、よろしくお願いします。はい、以上です。そういうぐらいだったかな、夜。ね、はい。あ、そうそう、すみれちゃん、すみれちゃんだね、すみれちゃんの服着てフラフープって言われてるけど、多分、時間的に控えてるね、時間ないかもわからんで、フラフープもできるかわからん中で、ちょっと頑張ってね、フラフープだけでもしたいと思うんで、すみれちゃん、またね、すみれちゃんの衣装着た時でもね、フラフープやりたいと思います。はい、以上です。ハッチーズから一言。餌やり行動だけでは不幸な子猫を増やすばかり。第一に去勢手術を行ってね。